宇都宮徳馬9月24日から2000年7月1日は、日本の政治家、実業家、ミノファーゲン製薬創設者、月刊誌、軍縮問題資料創刊者、肖像医、訓医等、参議院議員、衆議院議員、日中友好協会会長、名誉会長、日本北アフリカ協会会長を務めた。父は、陸軍大将。 朝鮮軍司令官を務めた宇都宮太郎。1906年9月24日、東京府に生まれる。父の意師で、旧政府立第一中学を経て、東京陸軍用年学校に入学するが中退し、旧政水戸高等学校に入学。水戸高校時代、マルクス主義に傾倒。1928年、京都帝国大学経済学部に入学。川上はじめに支持し、 社会科学研究会に参加した。同年、日本共産党の一斉検挙が起き、宇都宮は事件後の同会でリーダーを務め、水田美希をボディガードにする。しかし、論文が不経済に問われ検挙され、兄弟を退学した。その後日本共産党に入党するが、1929年に治安維持法違反で逮捕され、投国 その後約1年間にわたり獄中生活を送る。獄中で転校を表明、釈放。その後、株式相場で満州事変に関係した軍事企業の株式に投資し、大金を得る。これを資金に1938年、イカ向けの製薬会社、合資会社、ミノファーゲン製薬本部を設立し、同社社長に就任。命名は、学府の狛井徳造だとされる。 また会社経営の傍ら、高杉俊介のペンネームで読売新聞経済欄に寄稿し、軍部や革新官僚に対する批判を行った。第二次世界大戦後、1952年の第25回衆議院議員総選挙に自由党公認で旧東京2区から出馬し、初当選した。1955年の保守行動により、自由民主党決闘に参加。 宇都宮は、石橋丹山や三木竹らの系府に連なり、外交面で平和共存外交、日ソ日中、日朝国交回復を主張。岸信介らアメリカ寄りの外交路線を唱える自民党保守派に対して、英英権を結成し、日中国交回復、韓国の民主化や非同盟諸国との協力を進めた。このように自民党の中では異色の存在であり、 サイリベラル派に位置していた。また、アルジェリア戦争に際して、アルジェリア民族解放戦争を援助し、1959年9月には、アルジェリアの戦場を視察した。自民党内では、石橋丹山の引退後、サイリベラル派の宇都宮は保守派から疎まれ、入閣も阻まれると、党内で孤立していく。1975年、東京都知事選挙への立候補を一旦表明するが、 断念。1976年、ロッキード事件や近代中事件への日本政府の対応や、見木おろしに抗議し、自民党を離党。さらに衆議院議員も辞職した。1976年、第34回衆議院議員総選挙には、無所属で、旧東京2区から出馬し、当選。同じく無所属の鳩山国を、遊う両方と共に、 衆院無党派クラブを結成し、代表に就任。1979年の第35回衆議院議員総選挙では落選した。翌1980年第12回参議院議員通常選挙に東京地方区から無所属で出馬し、当選。この立候補は民社党が擁立したクリス・ヒロミが有事法制の制定を公約に掲げたことに、 危機感を募らせたためであった。同年、宇都宮軍縮研究室を設立し、月刊誌、軍縮問題資料を創刊するとともに、超党派の議員連盟、国際軍縮促進議員連盟の創設に尽力し、国際的な軍縮、平和促進のための政治活動を進めた。なお、創刊した月刊誌、軍縮問題資料については、毎月全国誌の一面下覧に広告が載り、 存命中は元より死去後も遺族が発行を継続した。1983年第13回参議院議員、通常選挙では、天秀親や白英太らを中心に結成された、MPD、平和と民主運動の推薦人となった。1986年、第14回参議院議員通常選挙に際し、山本幸太郎、国広正夫、片岡正らが平和運動を主体にした。 政党ピーススタジオを立ち上げ、宇都宮を、比例代表名簿1位に据えての立候補を起としたが、出馬を断念。その後、小杉隆の説得に応じて、新自由クラブの比例代表名簿1位に搭載され、比例区で当選する。新自由クラブ回答後は、無所属のまま、田川誠一が代表を務める、新歩党に、間接的に協力した。1987年、 君一等局実大受賞受賞。1992年の第16回参議院議員通常選挙には出馬せず、政界を引退した。1997年には、それまで合資会社だった、ミノファーゲン製薬を株式会社に改組する。2000年7月1日、肺炎のため93歳で死去した。生前、平和外交、リベラリストとしての長年にわたる、 政治活動、日中国交回復、日中友好関係の促進、韓国の野党政治家、近代中を支援したことなどから、元首相の中曽根康弘、元衆議院議長の河野洋平、元日本社会党委員長の土井隆、子、中国、韓国をはじめとする各国から政治家や政府、関係者が葬儀に参列した。また、アルジェリアとの友好関係に尽力し、幾度も、 アルジェリアの国賓としてぐされた宇都宮の成居はアルジェリアでも大々的に報道された。ありがとうございます。